んにちは。男のソーイング鈴木パセリでございます。今日は竹カゴパックの、この内布というかね、インナーバッグを作ろうというコーナーの前に、ピロケースこの間ね作って、これ実は動画にしてないんですけど、でも作り方をね説明する以前に、理想的なピロケースのデザインっていうのを僕なりに今発見したので、それをご紹介してからこっちのインナーバッグの作り方に入っていきたいと思います。それでピロケース、まあ枕カバーですよね。僕いろいろ今までね、いろんなパターン、普通にただ袋状にして、このぐらいの枕の長さのちょっとだけ長いぐらいで、これ枕ね、これそば柄枕ですけど、まあ今までね、このサイズ横幅に対してちょっとだけ長めに作って、袋状に作ったりも知ってたんだけれども、実際に理想的なサイズってどうなんだろうと思ったら、ただ単純にですね、この幅の枕のこの幅のね、2倍量にすればいいという、ただそれだけのことです。結構これはこれです。一緒の倉敷デニム14オンスで作った、セルビッチで作ったやつです。で、半分に畳むとこうです。で、これが2倍量で、ちょうど、まあ黒くてね、ちょっと両方黒っぽいというか紺色で、これのね、ただ2倍量に作っただけです。それで、ここのね、筒がね、ここの円周があるじゃないですか。まあ、一回ね、こう、布をこう敷いて、こう当ててみて、ちょっと余裕がある、何センチでもいいですよ。まあ、硬かったらね、ちょっとね、余裕がある方が、ピロケース、中にこの後畳むんだけどね、ちょっとね、幅を大きめにした方がいいし、あと、なるべく硬めで、これガチガチだけどね、ほんと硬めとか、あと、キルト芯が入ってる綿みたいな、中に綿が入ったキルト芯の布とか売ってると思うんですけど、ああいうのでね、作ってもいいかなと思います。こうね、枕があって、で、ただ2倍量で作ったやつを、こう通していきます。して、今、ストーンと下まで落ちて、で、こんなに余ってるんですよ。で、これをね、中に折り込んでいくだけなんですよ。で、折り込むのがちょっとめんどくさいです。これで完成です。売ってるピロケース買ってきても、結局この辺で止まってたりするじゃないですか、途中で。あれだとね、形が崩れやすいんですよね。こっちにこう、結局こう、ビローって伸びてきたりね。だけど、きちっとここの端までの2倍量にしてあげることによって、こっちにね、布がこうビロッと出てくることもないので、で、こんな感じでございます。ちょっと話がね、作る前に長くなりましたけど、これね、ピロケース作る際の参考にしていただければいいかなと思いまして、紹介してみました。はい、それでですね、これに行きましょう。これね、竹籠バッグ。いい感じでしょ、これ。ね。7000円ぐらい。7、8000円ぐらいで、ネットで妻が買って、岩手産とかってなってたんですけどもね。で、これまあ、夏になったら使ってるんですけど、で、僕ね、この、まあ、竹にしろ、カゴバッグ、山ぶどうかなんかの、あれで作ったバッグとかもね、何枚もするやつとかあるけど、あれ、素敵ですよね。だけど、一つ僕が気になるのは、やっぱりこれ、ちょっとでも横になると物がね、例えばお財布とか入れて、普段使いした場合ですよ。まあ、闇かごでこれ、お野菜とか、本当は入れるでしょうけど。市場かごと言いまして、まあ、お買い物とかね、野菜とか、まあ、ね、なんか、お買い物したの、
入れるんでしょうけれども、これはやっぱ普段使いにお財布とかね、街中に、街中って言っちゃあれなの、お出かけの際にですね、あのね持ってったらとても可愛いと思うんだけど、やっぱあれですもんね、この電車とかに乗るときもこれむき出したとね、やっぱね盗難のあのご心配もありますし、心配もありますしね。でそれで、まあ、まあ話長いね。でこれこのこの間ね、僕よくあの鎌倉のスワニーという布屋さんに行くんだけど、これはね売ってて可愛いでしょ、これ猫が猫柄で、今日はこれの布でここの内布を作って、どういう風に作るかというと、これこれね巾着両側からこう縛るタイプ、これねこれをのでかい版をこの布で作って、でやっぱりもうここで絞るんでね、ちょっと布を20センチぐらいのこう長めにはしないとはいけないとは思うんですけれども、まああのとりあえずここのうちこうサイズなんか測ってね、まあ作っていきたいと思います。でまずこれアイロンかけて、ここ結局41センチ幅の90センチの長さで、ただここだけ巾着を通す紐をつけるんでね、一回後でまた微調整はするとしてこのサイズでいきたいと思います。そして41センチね、布が余ったんですけど、これポケットにしたいと思うので、半分これ2枚分ポケット分に作ります。これ柄が あるんでね、向きがね、45あるか、あちょうど、あありますね、45センチある、あよかった。この2枚の布をまずここで、ね、ほら追いかけっこしてるの、ここロックでこうつなげて、そして広げてここもロック一周かけて、ロックミシンねかけていきたいと思います。ちょっとずれないようにこれね、ちょっとずれないようにこうやって止めときます。向きね、向き気をつけてください。こっちが上、こっちが上向きですから。今ここ塗ったんですけど、今ここ塗ってちょっと開きますね。で向きがこうあるからわかりますかね、向きが猫耳がこうあるんで、向きがこういう感じに、で裏もこうですよ、うん、これだけ気をつけて、そしてこのもう全部周り一周ね、ここ全部かがっていきますので、側面中表に合わせてこのラインを縫っていきたいと思います。口折り返し口ですね、縫っていきたいと思います。今サイドをこう縫ったので、あと待ちをね
で取りたいので、でさっき測った時10センチなのでだいたい。この辺かね。で今縫って表に返しまして、あっ、赤ちゃんで間違えた。ポケットをさ、ポケット逆さに、あ、ポケット間違えちゃった。今ポケット間違えちゃったんで、まあ外したんですけども、このカゴにこう今ね入れて、まあこっちから見えないように撮ったんだけども、これってなんか逆に撮っても良かったかなと思うんですよ。で一回ここに紐をこう通してね、キュッとできるようにしたいんだけど、ここの取っ手のところがね、計4箇所あるんで、そこのところにね、ここに紐つけてね、ここで固定しようと思うので、ちょっとその作業をねしようかなと思います。紐がちょうど赤い紐があったので、ちょっと外してね、とりあえずここを通して、もう一本も同じぐらいの長さで切っていきます。取りまして、スイッチをここ止めておきます。こうなるんですけどね、これはどうもほどけてくる。ちょっとここに紐をつけていきたいと思います。取り付けてみましょう。なんかこんな感じになってはいるんですけど、ちょっとね反省点としては、町の撮り方がね、こう撮ったけど、やっぱりね、こう実際使うときはね、こういうふうに使ってここに出し入れするんだけど、やっぱね見たときにね、こう覗いたときにこれがねどうしても気になるので、ここのラインでですね、で、あの外側に出してこれで縫っちゃおうかと思います。ステッチを入れまして、中から見るとギリギリ消えたかなと。あ、ギリギリ消えてないか、ちょっとだけ出てはいるけど、こう中、このなんて言うんだろう、こう上からこうパーッと見たときに、邪魔にならないと、視界に入らないという。ここ2センチぐらい折り返したいけど、もうちょっと広くてもいいかな。倍、4センチ、4、5センチでも全然いいかなと思います。
あとね、これがね、紐綿ですけど、ナイロンとかだとね、もっと滑りが良かったかなとは思うんですけど、まあ、あと、この布自体がかなりしっかりした感じのね、布なので、まあ、それが逆にまあ、しっかりしてた方が、結局、この、針がないとね、ちょっとここに差し込んだ時にね、テロテロでもちょっと使いづらいところもあるかなと思いますので、それでこれね、結んでいく時にこっちでこう結んじゃうと、結び目がこう、なんていうの、こうなっちゃうんだよね。意外と内側にこう、あれかなと、なんていうの、結び目がこう来るようにした方が綺麗なのかなとも、ちょっと今思っちゃったりもしたんですけどね。このね、紐を長くしてね、この内側の方に、なんて言うんだろう、こっちの方に垂らしちゃっても全然いいんじゃないかなとは思うんですけど、例えばお財布ね、お財布とか携帯とかのパッタってね、あとまあカード類とかのこういうのをパッてこう入れるじゃないですか。いい。そしてね、ちょっと心配な時はこうやってこんな感じで、少し開いてるんですけどね、キュッキュッとキュッとこんな感じでしまって、仮に逆さになっても落ちないですね。使い勝手こんな感じですけどね。ポケットね、反対側につけたのあれでしたけどね、ちょっと無駄にはなっちゃったけど、まあまあ、これは他にまた何かで使えると思いますんで、こちらの方は。はい、ということで今日は、まあカゴバッグにインナーバッグをつけてみたという動画でしたけれども、これね、チャックでもいいかなと思います。あのチャックつけるのに私はあんまり自信がないので巾着にしちゃったんですけど、本当技術がみなさんの方が多分上手だと思うんでね、これご覧になってる皆さんの方が、まあ、あのチャックつけるの全然平気よっていう方はチャックでもいいと思います。あのピッとね、どっちがいいか分かんないけど、でもチャックでも全然いいと思うので、そこは皆さんの好みで。ということで今日の男のソーイング、こんな感じで無事終わりました。もし気に入っていただけたらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということで男のソーイング、鈴木一発でございました。またお会いするまでお元気で、さよなら、ありがとうございました。